島田匠は、福岡県福岡市出身の元プロ野球選手。宇都右内。東、福岡高時代は、1年月から遊撃手レギュラーながら、甲子園出場経験はなし。高校の同級生には、サッカー、日本代表の長友優斗がいた。高校卒業後は、日本大学に進学。一部リーグ通算62試合に、出場。 185打数37安打、打率。200、日本塁打、15打点を記録。大学卒業後は、JR 東日本に入社。野球部では1年目から公式戦で起用されて、第80回都市対抗野球大会では、東京ガスの補強選手として参加。2年目から遊撃手のレギュラーをつかみ、3年目の2011年は、 第82回都市対抗野球大会で優勝を果たした。2011年10月27日、プロ野球ドラフト会議でオリックスバファローズから2位指名を受けた。打席に立つ島伝2012年、開幕こそ2軍スタートだったが、ファームでは主に三塁種としてスタメン出場し、4月28日に初めて1軍登録。5月10日に一旦登録抹消となったが、 7月4日に最小くその後は主に守備固めとして、出場機会を得たが、後藤高村、大引き刑事の不信、故障もあって、スタメン出場する機会もあった。しかし、9月14日の大楽天戦では、プロ初打点となる敵地打を放ったが、守備面で1試合3失策を犯してしまい、ベンチで号泣する悔しさも味わった。 この年は28試合で打率18、181、2打点の成績に終わった。2軍では51試合に出場して打率25、255、2本塁打15打点を記録している。2013年、51試合に出場したものの、多くの打撃指標で前年を下回った。2014年、9月24日の埼玉西ブライオンズ戦にて、 プロ初盗塁、同30日の東北楽天ゴールデンイーグルス、1000でプロ初本塁打を放った。2015年は、自己最多の80試合に出場しに本塁打を放った。また、内野の全ポジションに加え外野での出場も果たした。2016年は、打率、167、31試合の出場にとどまった。2017年は、 わずか5試合の出場にとどまった。2018年は、1軍出場がないまま球団から戦力外通告を受けた。その後現役を引退した。2019年からは、オリックスバファローズの九州地区スカウトに就任した。守備力は高く2類、3類、遊撃をこなす、ユーティリティープレイヤーで器用さと瞬足とパンチ力が売り、遠投は100メートル。愛称は、島。 くありがとうございます。